よ。みなさんこんにちは、いなちゃんです。チャンネル登録よろしくね。今日ははい、この間ね、いなちゃん人生初めて念願のスクイーズセンターに行ってきました、はい、そこで買ったものを今日紹介してもらうんだけど、ただ紹介するのはちょっとつまらないかなと思って、じゃじゃーん、酸っぱいガムを準備しました。で、このスクイーズ、いなちゃんがね紹介するんだけど、紹介するときに可愛いねっていう言葉を使ってはブブーです。やった。そう、可愛いっていう言葉を使ったら1回につきこの酸っぱいガム1個選んで食べてもらおうかなと思います。やりますよ。いいですか？めっちゃいいそう。じゃあやっていきます。えいえいおー。じゃあスクイーズ紹介してください。口パクなしか。口パク？ダメ。まずこれ、じゃーん。お、ちゃんとボールチェーンもついてるね。なんか匂いする。いい匂いする。うん、すごい匂いする。クマさんが乗ったパンケーキだね。これなんて書いてる？ここにはハニーって書いてる。蜂蜜。はいはい。それは蜂蜜じゃないかも。1個目はこんなクマさんの形のクマさんが乗ったパンケーキだね。うん、ちょっと喋ってよ。気持ちいい。気持ちいいですか？はい、はい、次はこれです。じゃじゃーん。それもちょっと匂いがするんだよね、うん、耳がね、オリオンになっててね。おしっぽがハート。あ、本当だ。喋りませんね、ゆみちゃん。これすっごい柔らかいんだよ。ここだけなんか皮っぽいね。皮っぽい。あー、ちょっと質感が違うってことね。終わり。これのお気に入りポイントはどこですか？アイス。アイス。耳じゃなかったのね。ソフトクリーム。そこか。次はこれです。ケーキ。ケースがすごいね。本物っぽいね。おー、なにこれ。これはイチゴです。イチゴ。これ輪っか。クリームじゃないの？うん、柔らかい。弾力あるね。ハッピーバースデーって書いてる。このケーキスクイーズのお気に入りポイントはどこですか？これなんか名前知らないやつ。あ、トッピングみたいなの。そう、うんうん、が乗ってるから。乗ってるから。乗ってるから。言っていい？言いたいの？どうぞ。かわいい。みのちゃん自ら言いました。じゃあ酸っぱいガムどうぞ。何色にする？何色にする？これ酸っぱいのが当たるかどうかわかんないからね。別に酸っぱいのがいい。黄色はレモン味。ふっぱ。早っ。噛んで噛んで。ここがふっぱか。酸っぱい？酸っぱい？うん。顔なんか普通だけど。余裕？こうなんない、これ。こうやって。結構フェイクそうだね。じゃん！四つ目はこれです。いきましょう。うん、な。お花？お花？なんか爽やかな匂いするね。甘い匂いじゃない、爽やかな香りがする。はい、こんなギャラクシーです。ウサギかな。うん、すっごい潰れてる。はい、最後です。うま、覚えてる？最後どんなの買ったっけ。覚えてない。じゃーん。おお、そんなのだ。うん、綺麗だからね。このパンダさんのお気に入りのとこはガラクシー。ガラクシー。綺麗綺麗。この目のね、この白いのがなくてここにピンクのがあったらね、可愛かった。可愛かったっていうのはアウトじゃない。食べたいです。はい、皆さん希望なので。はい、やだ、次は青。じゃあピンクどうぞ。酸っぱい。酸っぱい。そう、甘かった。甘いかい。気持ちいい。可愛い。お、来た。はぁ、酸っぱくない。一個食べて。え、ママが？うん、嫌よ。ダメダメ。じゃあママも一個食べます。はい、せーの。あ、酸っぱい。酸っぱい。これでスクイーズは以上です。で、スクイーズセンターでお買い物した時にもらったものがあります。
これです。スクイーザーに手錠をもらいました。えなちゃんやったね。はい、今回ね初めてのスクイーズセンターで購入したスクイーズはこんな感じでした。紹介し終わったから、かわいい開放です。どうぞ。かわいかったです。よかったね、スクイーズセンター楽しかった。また行きたい。みんなもスクイーズセンターに行ってみてください。グッドボタンもよろしくね。それじゃあみんなまたね。バイバイ。バイバイ。ひなちゃん、つむちゃん、また見てね。